こんにちは。今週はというか先週の金曜日はビデオを作るのをお休みして、まあ絵を描いたりだらだらと過ごしてたんですけども、まあ今週ね、なんか梅雨入りするかなと思ってたんですけど、まだ梅雨入りしないみたいですね。まだ今週いっぱいは天気いいみたいで、なんで今日もちょっとだけそこののり面を削ったり、草を刈ったりしてたんですけど、あとね、昨日今日でこれを作ったんですよ。木のスプーン。この木が、今年の2月ぐらいに、1月か2月だったと思うんですけど、いつも、ランプと散歩してる途中で、倒木があって、それを確か片付ける様子を その時の木は細かい枝とかは燃やしたんですけども、割と太めのやつはね、ここに取っておいて、で、それでこのスプーンを作ったんですよ。あの木は何の木なんだろうな。なんかの広葉樹ですね。で、梅とか桜ほど硬くはないんですけど、なんかこういうのに作るのになんかちょうど良かったんですよ。なので、このスプーンを、これ何用かな。ちょっとね、なんか可愛い感じのものを作りたかったんで、こういう深いね、コーヒースクープにちょうどいいかもしれないですね。ちょっと柄が長いから、このくらいのにすれば、コーヒースクープとしてちょうどいいですね。あとはまあ、深いからシチューとか、スープの、スプーンとして使うには良さそうですね。なんかね、スプーンはここの小屋を作る前はね、割とよく作ってたんですけど、久しぶりにもう5年ぶりぐらいに作りましたけど、なかなか可愛いやつができました。本当はね、ククサ、木のカップなんですけど、ククサっていう北欧の方で、木の、あれはなんか白樺の幹にできたコブを切って、でそれからカップを作るんですよね。それをね、作ってみたいんですけどね、白樺がね、九州だとね、手に入らないんですよね。だからまあ杉とか、それこそ桜とかで作ったらいいのかな。まあ、要はこういう、これをちょっと大きくして、コーヒーとか入れられるようにすればいいんですよね。銀。今日はね、久しぶりに銀と一緒に。金棒。しっかりおとなしくなりました、銀も。
ではちょっと短いですけど、今週もよろしくお願いします。